そう、メロやったら掴めんのやりてえ、それ。やろうぜ。いや、なんか俺もね、それメールで送られてきたら、なんか、今やばいです、みたいな。DLC が。DLC 出てから3日目でなんか、判明したのがあるみたいな。あ、この辺か。あ、この辺だ、ほら。あ、ちょっとこうやって見ると分かりやすいかもね。ここ明らかになんか、竜巻っぽいの出てきてるんだ。これ何？ 30 秒舞う？30 秒間回転するのか。回るが分かんない。これ？あ、これか。これあのストロークの練習になるわ、これみんな。これストロークの入力の練習になるわ、マジで。再現性求められる、これ回転の。一応待てよ。おい、スクリーンの練習だ、これみんな。まさかのスクリーンの練習してる俺、メロエッタで。とんでもない練習法を編み出してまった俺。こんなもんかな。この後にカメラ起動？どうだ？で、確かフィルターをセピアにかなんかするんだよな。フィルターってどうやって変えんの？これか。セピア色になった。あ？戦いの歌だ、今の。うわぁ！やばいな、これ見つけた人。かわいい手が歌ってんの。しかもこの、イニシエの歌が普通にいい曲。あんまフルで聴ける機会なくない？これ。え？いや、多分映画とかでしか聴けないんじゃない？メロエッタの。確かに俺が、昔歌ってみただけで忘れ地の琴ノ葉っぽいね。まあ、民族系というか。これこのままほっといて一生見てたいな。BW の街で聴けるとこある。あ、そうなんだ。なんか捕まえんのもったいないね。もう捕まえずに置いとこうかな。別に捕まえたかったらいつでもここでやればいいもんね。これさ、自撮りをさ、あ、自撮りできんじゃん。かわいい。もっとできれば正面からがいいな。正面からして。正面向け、こら！シェアしよう、みんなに。